はい、どうもこんにちは、こうです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回も100円ショップで大量のミニチュアグッズ購入してまいりました。というわけでね、まずは一つずつ見ていきましょう。まず最初はこちらのね、フィギュアとかプラモデルとね、合わせて使えそうな2つの商品紹介してみたいと思います。こちらはディスプレイスタンドということで、これにね、こう、かませることで飾ることができて、冬ポーズなんかもできそうな感じですね。こちらは戦闘エフェクトということで、カラーバリエーションが2つですね。こんな感じでブルーとレッドの2種類がありましたが、今回はレッドを購入してみました。それでは早速開ける前にジャンコードの方を確認していきましょう。まずディスプレイスタンドがこのようなジャンコードになっています。そして戦闘エフェクトはこちらですね。こんな感じのジャンコードになっていました。それでは早速中開けていきましょう。まず戦闘エフェクトの方はこのような7つのパーツから構成されていますね。これ結構ね、硬いパーツなのかと思いきや、ちょっとした軟質パーツになっていて、裏側にはこのような突起がある形ですね。これは何かに組み合わせられるのか、もしくはこの自立させる用のね、もしかしたらステーなのかもしれませんね。こちらは特に裏は何もなくて、一番大きな形ですね。で、あとは小さいものと、これは拳につけるのかな？これどこだろう？一応汎用パーツだと思いますので、サイズによってつけられる、つけらんないっていうのがあるかと思うんですが、ちょっといろんなフィギュアで試してみましょうか。まずはコウのホビーチャンネルでおなじみのフィギュアと組み合わせるとコウで、あんまり強そうではないですね。それでは早速フィギュア変えていきましょう。はい、というわけで続いてはゼクトルーパーにつけるとこんな感じですね。ちょっと強そうに見えますね。先ほどの小さいやつは底面に穴が開いているので、こんな感じで組み合わせることができますね。ただこの穴がちょっと大きめなので、ゼクトルーパーの武器にはちょっと緩いので、上向きにしてあげないとつかない感じですね。そしてフィギュアスタンドがこのような穴がね、多数開いているような形と、ステー部分ですね、このような2つのパーツになっていて、四角い方をこう差し込む形ですね。そして好きな箇所に穴に差し込んで自立をさせて、ここは曲がる。怖いな、なんか硬い。はい、曲がりますので、ここにフィギュアを挟んであげる形ですね。スタンドを使うことで、このような浮遊攻撃シーンなんかも再現できますね。これはなかなか優秀ですね。これで100円すごいな。SH フィギュアーズよりも軽いフィギュアライズスタンダードっていうプラモデルを乗せるとこんな感じですね。ライダーキック的なのもすごくよく決まりますね。下の方を見るとこんな感じになっています。これディスプレイスタンド100円はほんと安いよね。ちなみにここの先端のここですね、挟むところは外すことができるので、こんな感じでね、よく走道とかにありがちなこの穴ですね、これを使うことでこんな感じで差し込むこともできますから、このようにライダーキック状態ですね。で、飾ることもできますね。これはすごいね、よく考えられてると思います。というわけで今回紹介したのがディスプレイスタンドと戦闘エフェクトでした。続いて紹介するのはこちらミニ浮き輪ですね。これからの時期にね、ぴったりなミニチュアだと思って買ってきました。色はこの3色ありましたね。今回は明るめの水色を選んでみました。それではジャンコードを確認するとこんな感じ。はい、というわけで中早速開けていきましょう。はい、というわけで中を開けるとこのような浮き輪が入っていて、正面から見るとこうで、背面は真っ白ですね。で、空気がちゃんと入
入ってるようなのもリアルでいいですね。ただ空気を入れるところはありませんので、抜けたらもうおしまいかな。まあ、100円なんだからまた買いましょうって感じかもしれませんね。ちなみに12分の1のフィギュアと合わせるとこんな感じで、ちょっとブカブカですね。これ何用なんだろう。特に何スケールって書いてないんですけれども、縫い活にもおすすめって書いてるので、もしかしたら縫いぐるみサイズなのかもしれませんね。ちなみにサイズはこんな感じですね。ちょっとね、こうは残念ながら縫いぐるみ持っていませんので比較することはできないんですけれども、まあこのままこうやって飾っても夏らしくて可愛いですよね。はい、というわけでこちらがミニ浮き輪でした。続いて紹介するのはこちらのミニトルソーですね。いわゆる洋服をかけて飾っておくことができる品物ですね。ジャンコードはこのようになっていて、これあれじゃないんですね、山田科学さんじゃないんですね。こんな感じのジャンコードになっています。これもスケールは特に書いてないので、サイズだけこんな感じになっています。ただね、とりあえず開けていきましょう。はい、というわけで中を取り出すとこのようになっていて、正面と横側と背面ですね。背面は残念ながらね、肉抜きにはなってしまってますが、このようにしてね、飾る分には気にならないと思います。まして洋服をね、着せてしまえば全く気にならないんじゃないかなと思います。ガチャガチャでよくあるよね、T シャツなんかを着せるのにいいかなと思ったんですが、T シャツがちょっと見当たらなくて、洋服だったのが以前縫い活ので買ったズボンなんですよね。これフィギュアに使おうかなと思って買ったんですが、大きすぎて開けてなかったんですが、ちなみにジャンコードはこんな感じ。これズボンだから、まあこれ上半身のねトルソーなんで、まあ着れるかっていうとこんな感じになりますね。はい、残念ながらこう持っていませんのでね、お洋服を着せてあげることはできないんですが、下から着るの無理か。これ外れないもんね、一体成形っぽいもんな。はい、というわけで残念ながら着せるものがないんですが、今後ねまたガチャガチャの洋服とかがね出たら、ぜひこれに引っ掛けてみたいと思います。というわけでこちらがミニトルソーでした。続いて紹介するのはこちら、ショッピングバッグですね。こちらミニチュアのショッピングバッグということで、ジャンコードはこんな感じ。カラーバリエーションがオレンジ、白、水色の3種類で、コア水色とオレンジを買ったはずなんですが、オレンジがちょっとよく読むんだよな。とりあえず中開けていきましょうか。はい、というわけで中を開けるとこんな感じの、かわいいですね。これバッグになっていまして、作りがほんとリアル。これ実際のあれと一緒だよね。ただね、紙自体はすごくしっかりしているので、結構固めですね。頑丈な感じになっています。で、中はこんな感じで紐があって、紐を出してあげることもできますね。ガチャだったらここの部分がね紙で再現されてるんですけれども、今回は紐で再現っていう形ですね。色合いも某ティファニーみたいな色合いで結構いいですよね。ガチャガチャの紙袋と比べるとこうで、これはこれでね、福袋らしい、すごくよくできているんですが、より紙がしっかりしていて、ここの紐の部分が本当の紐なのでね、よりリアルになってると思います。12分の1のスケールのフィギュアに持たせるとこうで、ちょっとオーバーサイズかなって気もしますね。例えばリカちゃんとかバービーみたいなちょっと大きめの人形だったらバッチリ合うのかもしれませんね。まさか倒れた。なかなかいいタイミングでしたね。はい、というわけでこちらがショッピングバッグでした。続いてはこちらミニ座布団ですね。グリーンと紺の2種類の2色のね展開ということで、ジャンコードはこんな感じになっています。それでは中開けていきましょう。
お、中を開けると意外とリアルというか、本当に座布団みたいな感じのものが入っていて、ちょっとこの辺ガタガタしてる部分もありますが、中にはちゃんと綿が入っている感じですね。このようにちょんって置くと座布団に見えますよね。はい。で、例えばこの上にフィギュアを座らせてみるとこんな感じになりますね。このポーズじゃないと収まりがちょっと悪くてひっくり返る感じだったので、このポーズにしてみました。なんか変だけどね。はい。まあとりあえずでも実際にね、座らせることができました。色がね、2色あるっていうのもなかなかいいですよね。和室のジオラマとかね、フィギュアハウスみたいな、ドールハウスみたいなのにも使えるかもしれませんね。というわけでこちらがミニ座布団でした。続いてはこちらミニチュアダイニングテーブルですね。これはシール見てわかる通りキャンドゥさんで購入しました。多分ね、これ山田化学工業さんの商品で、セリアさんにもね、売ってると思います。そうですね、山田化学工業株式会社ですね。はい。というわけでこんな感じの12分の1のスケールのダイニングテーブルですね。それでは早速中見てみましょう。っていうか剥がすだけなのよ。ジャンコードンとこさ、これシール貼られちゃったからこんな感じです。はい。見づらいかもしれませんけどね。はい。じゃあこれ剥がしていきます。はい。というわけでこのようなダイニングテーブルが入っていました。以前ね、ロータイプのものは出ていたので、これちょっとね、天板をニス塗ってみようと思ったらまだらになって失敗しちゃいました。はい。こんな感じでね、ローテーブルは出ていたんですが、この高さのあるテーブルいいですよね。こういうのも欲しかったんだよな。で、ちなみに以前発売されたソファーと組み合わせるとこうで、やっぱりソファーだとちょっとね、高さが低いのでダイニングテーブルとは合わないかもしれませんね。以前買ってあって紹介してなかったこんな丸椅子っていうのも出てきました。ジャンコードはこんな感じです。これいつ買ったんだろう。はい。というわけで中を取り出すとこうで、丸椅子でも若干低いかなって感じですね。ただこれもさ、2脚ついてて100円っていうのはお得ですよね。このようにスタッキングもできるのでなかなかいいんじゃないでしょうか。ほんとしまったまま忘れちゃってましたね。はい。ちなみに12分の1ということなので、このようにセイントセイヤのセイヤがね、座ってもちょうどいい感じですね。というわけでこちらがダイニングテーブルと丸椅子の紹介でした。はい。というわけであっという間に最後の商品になりました。今回は数がね、結構ありましたので急ぎ足で紹介しましたが、お店でね、探しているものがあればぜひね、検討してみてください。というわけで最後はミニチュアガーデンテーブルですね。ジャンコードはこんな感じで、いつもの山田化学株式会社さんですね。スケールは12分の1スケールということで、これまたよくできてますよね。確かにお庭にありそうな、ちょっとリッチな方のね、お庭にこうやって置いてそうだもんね。なんかお庭でアフタヌーンティーとかやってそうなテーブルですね。ちなみにこんなね、芝生シートって売ってますから、こういうのと組み合わせて飾るのもいいかもしれませんね。あとは以前発売された公園のベンチですね。これと組み合わせても色合い的にも合うんじゃないかなと思って一緒に並べてみました。横側から見るとこんな感じですね。これはなかなかいいですね。午後のね、ティータイムにも合いそうなので、こんな感じでね、ティーカップと羊羹なんかを並べても可愛いですよね。正面から見るとこんな感じですね。これは結構待ってた人いるんじゃないかな。デザインもね、よくありそうな感じなのをうまくピックアップしますよね。模様の入り方なんかもすごくよくできていると思います。というわけでこちらがミニチュアガーデンテーブルでした。はい。というわけで今回は数もかなりありましたので、
かなり駆け足で紹介となりましたが、いかがだったでしょうか。気になる商品なんかありましたらね、店頭になくても先ほどのジャンコードを店員さんに伝えることで在庫の確認や入荷時期なんかも確認できますので、ぜひご利用になってみてください。今回の動画が良ければぜひグッドボタンとチャンネル登録、まだお済みでない方はぜひぜひよろしくお願いいたします。過去にもね、100均の紹介動画ですね、多数出しておりますので、良ければ概要欄の方からぜひご覧になってみてください。というわけで今回も最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございます。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。こうでした。まったねー。これね、すごいのが見て、影が美しいよねこれ。はい、またねー。